足田愛菜ちゃんはなぜあんなに大人に媚びた態度をとるんですか <laughs> それガッチャマン大丈夫それえ <laughs> ガッチャマンってそんなになっちゃったの,のそれじゃただのビーストウォーズじゃないですか <laughs> 1分間だけそういうのずっと毎日やってる今きついガッチャマンそんな人だったのか今日 <laughs> <laughs> ハンチング帽をかぶるのですか?。ハゲ隠しだよ。<laughs> 今日、あとチーター系のモノマネチーター系。チーさん帽子かぶってるね、ね。ああ。チーさんと。うん。<laughs> 外に出るには、ハンチング帽なのかなって。そうそうそう。 ええ、ああ、ハレブタの歌が離れなくなるんですよ最近。やったー、やったー。梅だー。梅梅。いっぱい正解してね。うん。金井美香さんの。もう五個はやめとくけど。<laughs> でも五問失敗したら五個だけ。<laughs> あっ。 そうだよねえあクイズか熱くなる番組ね <Yeah. S 2> まずお題が熱 <laughs> そしてクイズが。

どうやってやるんだろうカーナビでも私カーナビ持ってないからその話題に関しては全く意味がない、ね。<laughs> なんかどうやってやんのかなって思う。行くの？そのディーラーとかにディーラーっていうか。うん。ああカーナビのテレビっていまいちどういう契約なのかわかんない。 本体なんじゃんだから会社に連絡してどうするか聞けばいいんだよ、ね、あ<ー>そ,その本体をの会社にってことは、ね、あそこそうだよねもうそこしか私想像ができないけどだよね <laughs> <laughs> ゲットしたぜみたいなことあっでも何かワンピースのやつ面白いらしいもんねあれじゃ波がナビしてくれるんでしょえそうなんだほら公開公開誌だから波が全部ナビしてくれてたまにチョッパーとかルフィがチャチャを入れてくれるっていうかえ結構嬉しいらしいマジかすげ皆さんこんばんは

よろずやラジオ視点,オ視点星マークニャんニャン星マーク様昨日は楽しかったね一緒に狩りしたり僕の熱い地方のような思いが盛り下がらないのでこうして手紙を書いていますこれからたくさんアイテムあけたり飛行兵狩りしたりするよだから僕と熱々の夜を過ごしませんかだってよさせん俺男なんですおつ <music> よろずやすどうも毎日暑すぎて肌がヒリヒリ焼けて辛い小林彩のですですです現在ピカピカ夏休み真っ最中よろずやす城でございますいいな夏休み夏休みでございます事情がありまして夏休みではあの復帰するときはうちにも声をかけてくれるといいそうですねはいぜひぜひ詳しくは言いませんがまあ夏休みではまあお疲れ様でした夏休み夏休み夏休みは何する予定ですか何にも決めてないですね。 あの突然だったんで、何もない、何もない、こう、<laughs> でもな、あの長いお休み欲しいとはずっと思ってたけど、で,でも、なんつうの、ないないじゃん、予定が何も立ててないから、急にもらってもあ、ああ、ねみたいな。 ああじゃあ皆さんのシロさんにこんなこと夏休みにしてほしいっていうアイデア募集しますはい募集してますあのシロさんがいろいろやって体当たりでああやるかもしれません果てまで行ってきてくれるかもしれない世界の果てまでああ行ってきうみたいなあああのじ絵日記とか書くかもしれません絵日記誰にどうやって公開するのかわかんないですけどはいじゃあ絵日記楽しみにしてはいそれでは本編いってみようそれではよろずやラジオ視点 It's a slippery, 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 slippery flop. This bunny shark can hop. He likes to nibble the clover. Bunny creeps out and caresses his nose. Blinks at the sun and commences to so run. 222. 222. 222. Nia nia nia. は朝なのに、にんにん朝なのに皆さん、お前がこんばんはって言ったからね。<laughs> こんばんはー、こんばんはー、こんばんは、朝なのにみなさん十人の方も見ていてくださるんですね。あ、あざっしゃあざっす気がついたって言ってくれたことだ。あ、本当だ、ありがとう。ありがとう。ぶひぶひ ありがとうみんなありがとう。はい,はい大丈夫です。ですベテンザ長小林。 どうも、アヤノたンのコーナーを任されました。おタクと申します。よろしくお願い,いします。任せてねえよ、なんだこいつ。<laughs> あこのコーナーはですね、えー、と我らが小林, <laughs> 小林さんがセレクトした商品を <laughs> 僕に売り込みをするらしいです。制限時間は3分間。<laughs> そして、あの。 プレゼン終了後に、キモいって言われてるよ、えー、座長が商品の値ちゃうが、キモいって言われてる。その値段が本当の値段より高いのか安いのか、うん、僕が、ふ<ー>ふひ、当てます、ふふ <laughs> 僕を騙すことができれば、座長の勝ち、私が当てたら座長の負けです。ふふ、ふふふ。よろしくお願いします。座長は負けたら、プレゼンした商品を自腹で買い取ってもらいます。ふふ、ふふふふふふふ。ださ、<laughs> 私のファンをさ、自称するぐらいだったらさ、 私勝たせてもらわないと困るんだよね <laughs> その辺は本気で行かせてもらいますあ僕あのこいつめんどくせえ<の>じゃあいくよ<っ>今回はこちら <laughs> 晴れ雨予報グラスはいこちらですねあ,<れ>あの気圧の変化によってあのいろいろ晴れとか雨とかを こう予報してくれるインテリアグラスでございますこちらはですね<ー>科学者として有名なゲーテが発明したと言われる水タイプバロメーターの原理を使用していますゲーテのバロメーターは梨の形をしており彼の死後寝室から発見されたと言われています、うん それより前の十七世紀ガリレオガリレイの一人弟子の一人であるトリチェリが、うん、えと大気圧と真空を発見する過程で水銀気圧を発明しましたがその,原理をその原理を水銀から水に変えて応用したのがゲーテのバロメーターだと考えられていますゲーテさんすごいですね、はい、これを、えー、と地球をモチーフにした、まあ、ちょっと地球儀みたいな 形の新しいインテリアの形繊細なガラスの容器の中から透き通る魅惑の輝きキラキラ透明な球体部分には地球の大量の大きが赤く、ねはあ、デザインされています <laughs> 繊細なガラスの球体に光が反射してより一層美しさを演出しますキラリインテリアとしてはもちろん気圧の変化がキラリ萌え 数時間後のキラリ天候予測数あの晴れ雨予報としても目安にしていただけますお好みの色の液体を入れていただいてご使用くださいませんこれページ見ると色々青だったりあの赤だったりって食紅で色付けたのとかが色々あのの<ー>ってて綺麗でした<ー>はい。注意こちらの商品は飲み物を飲むには適していませんこれ飲めるんですか飲めねえっつってんだろ あでもここからのなんか飲めんのかな。あ、ね、入れるとこがあるから。飲めにっ,ってんだろ。すみません。はい。サイズは幅９センチ、高さ15センチです。はい、ちょっと可愛くてであ雨かも晴れかもっていうのをあのまあ気圧から読み取ってるからそんなにまあ間違うことはないんじゃないかなと思ってますけど。 素敵ですねこれ素敵でしょ今日のプレゼン商品とても素敵ですあ、よかった小林さんもとても素敵ですこいつ、めんどくせえ僕、余計にファンになっちゃいそうですあのさ、あのみんながあの書いてくれたコメント見た方がいいよあれ、めんどくせえって言われるふひひってめんどくさいってめんどくさいって、だいぶキモとか言われるだいぶキモいですよいいんですいや、あの 地球儀の形態としては地球儀のところにこう管がこうついてまして横から地球儀に入ってる水がこう管をこう上に上がったり下がったりするんですけどその管のえっと標準地点から上だった場合にえっと。 低気圧を示して悪天候が予想され、えっ、ー、と標準位置より低い時に高気圧を示し晴れが予想されますということです。うん、嵐のような異常な悪天候が予想される場合には管から水が吹き出すことがあります。すすね、必ず必ず <laughs> 皿などの容器の上でご使用くださいだそうです。すごいですね。でもちょっと素敵です。素敵です。あのガラスなんでちょっと綺麗ですね。綺麗、うん、です。はい、まあ,あのまああの地震とか危ないんでちょっと気をけて。 久しぶりにこの音聞いた気がしますね、はい、じゃあいくよ、はい、今回、はい、えー、税込み<い>1417円より<い>上か下かドンじゃあ小林さんのシーンを読み取っちゃうよえっ、ー、下、えー、1260円税込みでございます <laughs> 僕 あの小林さんのために負けたんですよ。うわあ後付け。小林さんのために。後付け。ファンなんで。ファンです。あとけ。ファンです。はいありがとうございます。じゃ帰ってください。どうも。はいどうも。皆さんよろありがとうございます。はいというわけで今回も私の勝ち。はい。ぜひいろいろ調べてみてくださいね。これ可愛いんでぜひぜひ。とっても可愛いです。でも小林さんも。おま帰れよ。はい。まかえれよ。以上ベテンザチョ小林でした。 今回のこのコメント欄のなんだろうコメントの多さびっくりするありがとうみんなありがとうみんなもっとみんなキモいって言ってあげていいよ <laughs> これいいでしょいいねかわいいねかわいいでしょとってもかわいいですちょっとこのこのキャラにしたら間違ったなって思ったもんもっとかわいいかわいい言いたかったでもかわいい。 写真のはね、ちょっとブランデー色っぽいお水が入ってるんだけど。あの青とか赤はとても、なんか、うん、夜な雰囲気で面白かったですよ。へーねえ、綺麗、うん、本当に綺麗、うん。ね、可愛い,いよね,ね。安いよね。安いんですよ。安いとか感想も言わなかった、私。うん、う母言うのに。<laughs> 誹謗中傷が集まっる。可 <laughs> 愛い,いだと。 ははあ,、はあ、あほら座長可愛かわいいお前の真似だよ違うよねみんな座長可愛かわいいよねすごいかわいいもうさそのキャラやめない <laughs> え今日一日このキャラでいこうと思ってたんだけどダメかな最初からこのキャラ系だったんだけどダメかなみんな引くし <laughs> 次の,あの次回聞いてくれなくなる可能性があるからそっか、うん、ちょっとじゃあシロさんにバトンタッチするから 待って。シロ,シロさんじゃないつもりの生物、<laughs> ない生物のつもりだったよこの人。はい。何これ。キモイ。きい大丈です。開いてください。私は大丈夫です。大丈夫です。ですシロペディア。あ 変態の魔の手を振り切って、このコーナーは、よろずやの天然女優、白をいじるコーナーです。はい、本当だなんなんだね、あいつ何なんだろうね。 ね全くね。ほんと。ねえ、全くね。ねえ。これからシロさんにクイズを出題します。シンキングタイムは各5秒です。はちゃっちゃと答えてね。はシロさんの体のことを考えてるよ。はい。今回も酸っぱいものいっぱい食べてねまあ、今回もね。塩分補給補給補給というわけで回りましょう。白ロクイズ。はい。今回のお題は熱中症みんな気をつけてね。みんな気をつけてくださいね。第1問。はい。 熱中症という名称は高温多湿が原因による症状の総称です、うん、別名〇〇障害とも言います〇〇、うん、に入る言葉は何でしょうポポンコツ 何ンク高温障害または暑熱障害熱い熱と書いて暑熱障害ですね,ね,ですね,ね野菜やお米の栽培でも高温障害というものがあるそうで人間と同じく水分の補給などが追いつかずに枯れてしまうことがあるそうですああ<ー>雨あんまり降らなかったりとかする、うん、ああ<ー>第2問 2>、はい、三択問題だよ、はい、おっ択きた熱中症って英語で何て言う分の ?1, 1>, 1ハイパークランプ2ハートストロークあヒートストロークごめんね3ハイパーサーミア3番がいい やった !1 のハイパークランプはテイティの造語位のヒートストロークは熱射病のことですへえ賢くなったねみんなねヒートストロークはい第3問フレンドパーク形式だよはい毎年死亡事故も起こってる熱中症もうね大変ですよねピポピポ言っちゃって大変よね街もねならないように予防することも大切ですではでは熱中症予防にいいとされる栄養素 <え>栄養素思いつくままに3つ答えてくださいどうぞえ塩分なナトリウムいやそんなことないなえっ、ー、と,うんと、えー、食物繊維あカリウムビタミン B1 クエン酸 1>, 1個持ってないカリウムは糖類やバナナなどビタミン B1 は主に豚肉クエン酸は梅干しやレモンなどの酸っぱい食べ物に多く含まれていますクエン酸は老化防止の期待もできるそうでそ、ね、女性におすすめだ素敵 ミネラルって書いじでい,、ね、いいわねミネラルはお水いっぱいは取ってくださいねはい第4問はいうわサービスだねサービスだよしするようですこれは次のうちどっちでしょう、うん、1, 1夕方から夜にかけて17時から19時2太陽が高くなり始める朝の10時頃、うん、え普通に考えたら朝っぽい はい、他にも十三時から十四時ごろも多いそうです。まあ日が高くなってる時でね。通勤時間やお昼時は要注意ですということで。へえ。駅で倒れている人見たことあるけどでも。うん。それ熱中症だった。だから通勤時間やお昼時。あ、そうなんだ。うわ、怖。はい、怖いですはい。はい、第五問。はい。体を冷やすのにとっても便利なアイスノン。いえ。 名のように使われていますが、うん、アイスの音とは株式会社白クさんの、うん、え商品名です、うん、なんかここからなんか来ないかなお金とか降ってこないがハクゲさんの商品白<い>クさんの商品名です。いはいではこの体を冷やしたり食品の保存などに使われる冷たい薬剤正式名称は何でしょうえあのパッと言われるとわかんないかも、ね、な,なんだっけあの あ,あれあれあのーあもうちょっと待って待って待ってちょっと保冷剤あそうそうそう <laughs> もう今年は保冷剤を使ったグッズがたくさんありますね熱さまシートはいいですよね熱さまシートいいね私あれ熱さまシートさ買ってさつけて歩こうと思ったんだけどさベリッてさ剥がれちゃったさ待ってつけて歩こうそうだからあの 引き売りの時に熱,熱あるんですかって言われる首とかに熱いからつけようと思って粘着力アップって書いてあるなんかそれっぽいの買ったんだけど、うん、粘着力アップしてるくせに全然くっついてくれなくて<ー>粘着力アップする前はどないやねんって思ってあの切れた思い出があります結構最近ですなんか首に巻くやつとかやるべきだそれはね買ったあ 良さそうですよねはいはい第6問はい、ま、はい <laughs> 症状によって分類されます。はいその数はいくつでしょうかえっじゃあえっ、ー、とえあ5個ぐらい <laughs> 3です1度2度3度で分類され3度は死の危険もある重症です熱が高いのに汗が出ないなどはかなりの重症なので注意です汗出出なないいよね出ない あそう汗汗出出ないんんでですすよどううやって汗出るんですかねうちの絵師のミサオもですね出ない人なんで出ない人の方が危ないんですかねそりゃそうでしょ体温の調節ができないんだから汗出して体温の調節るそうだよ どう、どうやったら、なんか皆様の、なんかいい方法あったら教えてください。そうですね、しんさんに汗のかける方法。とかあれば、ぜひぜひ教えてあげてください。はい、では、白パチ先生行ってみよう。今回は、お便りが届いてるよ。ありがとうございます。よろずネーム、デーモン閣下さん。はい。男性。はい。白ペディアの質問です。はい。任せろ。なんでセミは早く死んでしまう。あのね、これはね、とっても大事な問題なんですよ。 あのー、大事らしい,大事らしいなんていうのかなあのね宇宙あるでしょあのセミは宇宙規模なのね<え>であの宇宙で普段は過ごしてるこれフェードアウトですねそうで宇宙で過ごしててその宇宙のあの一年一さん1年一年一年一年と年一年一年一年どんどんどん一年一年一年一な一年一年一年一ん一ん一年一な一年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 一っ一年一年一年一 地球に来た時にもうその時にはもう寿命がねちょっとしかないわけ宇宙で過ごしてるからね、はい、宇宙で過ごしてるから、はい、で地球に来て「みーみーみ,ーみ,ーみー」っていうことでございますあのまっすぐな瞳にいろいろ語られましたけど <laughs>、はい、宗教家になれるって言われてるよあしゅというわけで、えー、次のコーナーいってみようはい、はい、6分25終了 大気圏突入前に燃え尽きる <laughs> 燃え尽きない燃え尽きない。大気圏はあのー、突破してくるから。だからそれものも時間かかるんだよね。ちょっと。<ー>うん。どれぐらい,い？えー、そうだね。あまずセミは本当は百年単位。百年単位。そう。<laughs> でこのまあ大気圏突入でこう燃え尽きる前に大気圏をこう突破するのに三十年ぐらいかかるか。<laughs> でだからこそ地球に来た時はもうボロ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 ,ボロボロだからこそミーミってなる地球侵略ですよ <laughs> えでも私侵略しに来る虫の中ではあの侵略してる <coughs> しに来たっぽい虫はやっぱカマキリがナンバーワンだと思うんだよね あいいつら宇宙人っぽい顔してなこういう感じだもんねあのもう顔が嫌なの私カマキリなんか変な人物,変,人物変な虫だよ、ね、人じゃないナイスツッコミですそこまでして地球来るな、ね、よ、うん、違うんですよだからセミにもちゃんと考えがあるプレデターみたいうんプレデター <laughs> どうセミにもちゃんと考えがある侵略戦略ねどうせみんなあれだろ そう、イカ、イカ娘っぽくちょっとこう萌えになったら。セミ萌えって言うんだろ。イカ萌えなのかよっていうね、白も星に帰って。はい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 。ええ、五分しゃべれ。五分しゃべれって言われた。あ、この間私、イカ娘から返信きたよ。ツイッターで。 シャックリが止まらないって書いてあっああ、私も書いた。ね、聞くよね <laughs> そ。そしたらなんかなんとかだげかた、め,め,め方教えてくれたなんとかでゲソみたいな。超びっくりした。いや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 。ブラックホールがおかしいでしょ。母星、母星。星じゃない。<laughs> おかしいでしょ。私は地球人ですよ。<laughs> 侵略しに来た。<laughs> 侵略しに来た。いやいやいや,いや。地球人だから私。 本当に本当本当本当にって言うからちょっとやばいって思われるんです <laughs> ブラックホールから入ってきた。<laughs> もう皆さんあのシロさんへの扱いが素敵ですね私より上手く扱えてる感じがします、うん、な,んなんかちょっとさだんだんでもなんかツイッターでちょっとなんかちょっとジメジメしてたよねしてた最近 あの私の立ち位置があのラジオでの立ち位置が<う>ボケというよりもなんか痛い子になって,きてるいるみたいな感じ <laughs> 痛い子じゃないですよ全然全然違うんですよほんともう超普通の可愛い女の子ですで皆さんよろしくね二十歳です <laughs> えそこちょっと待ってそこ静まっちゃってダメじゃん <laughs> えっ <laughs> じゃないえじゃないえじゃないす本人に自覚がない <laughs> えじゃないです キリとかじゃない、キリとかないから。<laughs> 皆さんコメント素敵ですね <laughs>。待って。<laughs> いや本当に。大爆笑だよ。キリとかないんですから。やキリッドヤ <laughs> ドヤもないです。本当ですか？体年齢二十一だったよこの間。体年齢二十一とかすごいね。<laughs> でも私の年。うん。<laughs> それよりすごいんだよ実は。うん。<laughs> 困ったもんだ。<laughs> な。ちょ <laughs> 本武さんの自虐大好きでですす違うんです自虐じゃない自虐じゃないんですよ、皆さん、ちょっと待ってください、本当に、違うんです本当なんです、本当に白星で換算すると、実は何歳ですかって、だから、白星、ね、地球人なんですよ、本当に、あの,あの地球生まれ、地球育ち、白だけにホワイトホールじゃって言われてる、ホワイトホールうまいな、<laughs> みんなすごいな、よく考えつくな。<laughs> 褒めに入っただからだからあのねのあの,あの某リ輪性とかじゃないんで <laughs> シロさんも持病がつき始めているんですか <laughs> 待って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 まだまだまだねさっきも言ったように二十歳だからまだね本当にだからそこでね静まっちゃダメなんだってばね二十 <laughs> 歳二十歳 ああ二十歳ああハタチハタチ、若いなあ、ああやった、若い、やった。でも今もうよろずに新しい二十歳の子とか入ってきたからもうなんか言えないんじゃないかなもうにもにに。ピッチピッチがね、ピッチピッチがね。白星は千葉県ですバレてんな。<laughs> ああ、そう千葉星だよ千葉星。千葉星？葉葉 <laughs> ピーナッツだよピーナッツ。ピーナッツ特産物。結局あれやな。あのコリンと一緒やな。コリンと一緒やな。はあ！<laughs>

わかる私も東京生まれ埼玉東京育ち今どっちもみたいな感じ今どっちもだ今どっちも剣,剣をまたがる女です <laughs> <laughs> その悔しい顔でちょっとカメラ見上げてごらんよ,よ、ね、あ全然大丈夫かな <laughs> あ抜けた今<笑><笑>またがるってやらしいってや,だや,だやらしいなまたかわいい,あらかわい,い 可愛いってよかったねあいい顔だったってありがとうみんなでも笑い愛してるみたいな大好きドヤドヤじゃないみんなありがとうみんな私のこと分かってくれてる分かってくれてんのこんなにご情報流れてて分かってくれてんうキリキリ言いすぎだからキリってもういいから嫌じゃないよシロちゃん可愛いよシロちゃんありがとうイラありがとう当然のこと言ってくれてありがとう イラみんな本当にありがとね分かってるからかわいいなんてねっいらんいらんさすがもマキュオ出身しお <laughs> さんいじってもらえていいねいいでしょうんいいみんなかわいいって言ってくれてるからさあ,ありがとねう、はい、あれいらってここ来ないうんみんな本当に大好きだよもうやだこの関東もう電波受信してるマキュオから。 あみんなもうちょっとで 1> 第1中継終わりだよ第1中継終わりだよ次に次にまたぎますので、ね、みんな次で会おうね <laughs> 私のこと好きならちゃんと見てね星々との外交って言われてるけど <laughs> おもし <laughs> おもろいから次いくでまたね外務大臣外務大臣んか NASA の人みたいになってる